チョコスアスウーダーウーダーさあ、ということで、はい、今回もスペシャルゲストは鈴木大輔さんです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。前回の PK 対決に引き続き、はい、今回もバーテ対決です。よっしゃ、得意でございます。今回は勝つよ。前回負けてるんで、はい、そうだね。得意じゃない。まあ得意じゃないですけど、まあでも勝ってるんで、そういう勢いそのままなるほど。やばい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 。今日ちょっと風強いんで。確かに。何起こるかわかんない。そうですね。風消化入れます。風計算入れないと。そうですね。風を計算入れないと思いますよ。同じことです。って言うけど、あ、もう今日午前中バーテの練習だけしてきたんで、それ PK の時もいい。それでは行きまーす。シュート。シュート。はーい。ルール説明なんですけど、はい、我々ウィナーズは一人一球交互に蹴っていく。多いよ。で当てた人から抜けていく。はい。っていうルール。さんは5球持ち球があって順々に蹴ってもらって、もし1ターン目で1球当ててもらったら次のターンから4球になります。全部で5球を当てる。5回当てる。よし、これは勝とう。これは勝とう。よし、いける。で、先攻後攻バーテ決めましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。毎回負けるんだよ、ここ高校で。高校高校高校なんだ。自分にプレッシャーかける。じゃあ、高校で。じゃあ、未来先攻で。オッケー、ゴー。はい、大事よ。行きますよ。行くべ。戻ったじゃん。戻ったじゃん。うわあ。うわあ。惜しい。惜しい。惜しい。はい。
企画連続で同じゲストに負けてはならない。打開する。あ、なんかあるっていつもと、いつもの蹴り方じゃなくなっちゃってた。一回だってさ、あんな優しい蹴り方しないじゃん、普段。鈴木さんの真似してる？鈴木さんは技術あったよ。お前は思いっきり蹴るよ。そうだ、俺技術なんて出んの。いつも通り、いつも通り、いつも通り。当てます。やばいやばい、当てないでください。ということで、はい、今回のバーテ対決、はい、鈴木選手の勝利です。はい、どうでしたか。いや、あのね、聞いてた話と違って結構時間かかるかもしれませんみたいなこと言ってた。2球目ぐらいでポン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 結構プレッシャーかかったんだけど、いや、アザスに助けられました。おー、いいアザス。鈴木さんの切り方がさ、めっちゃ綺麗やん。はい、もちろんめちゃくちゃ。あれで当てたかったんだよな、俺。真似したかったんだよ。真似したかった。だって今まで見たことない蹴り方してたよ。あと、あの俺の周り走ったやつなんだろう。あれは何、あれは鈴木さんが外しちゃって、内心めちゃめちゃ嬉しくて。あ、喜びの舞だった。喜びの舞で。また鈴木選手、ぜひコラボして、ぜひ勝ちたいんで、もちろん。またお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いつでも待ってます。お願いします。センターバック研究所にも。あ、それありがたい。センターバック研究所見てください。めちゃくちゃ面白い。いや、本当にもうセンターバックやったから、もっと僕もです。僕もです。マインのセンターバック一緒なんかいるね。ということでですね、ゲストで来てくださった鈴木選手の、各種 SNS の情報を概要欄に貼らさせていただいているので遊びに行ってください。お願いします。お願いします。お願いします。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。せーの、ウィナーズ。Mm-hmm.